おはようございます。塚原農園です。今日は枝豆の畑に来ております。蓮くん、おはようございます。おはようございます。いや、枝豆すごい倒されちゃいましたね。すごいですね。すごいね。はい、ご覧のようにこちら枝豆は昨日台風並みの大風と大雨が来まして、ちょうど夕方時刻、まあ3時から5時ぐらいの間だったんですけれども、すごく激しい雨が降りました。そこでこの枝豆、やっと花が咲いたんですが見事に倒されてしまいました。そこで今日は緊急的にこの液肥を葉面散布やっていきたいと思います。甘色立花シリーズのものなんですけれども、ちょうど枝豆のこちら花がプツプツと花芽を持ってきたところを見計らって、液体肥料などをやって樹勢の回復をしていきたいと思います。まずこちらです。今回使うのがすこやかという甘色立花シリーズの健康の花と書いてすこやかというものなんですけれども、これ細胞の細胞壁を強化させることができます。で、病気予防とカルシウム欠乏の予防に、まあ、抜群の効果を発揮ということですね。で、病気予防につながるというものは、まあ、細胞を強化することでうどんこ病、ベト病、まあ、炭疽病などの空気中を浮遊する菌の侵入を防ぐことができるということですね。あと収穫量が増加するということで、まあ、試験をされていた方がいらっしゃったみたいなんですけれども、生殖成長の、まあ、要因を多く含むため、まあ、花芽の分化を促進する、花芽を数を増やすことができるということですね。まあ、細胞分裂を促進するので、まあ、果実の肥大性もあるとね、いうことです。まあ、重量を増加させるため、豆類、芋類、玉ねぎなどの収穫増加に大きく貢献が期待できるということです。で、その他品質の向上維持にも効果ができるということですね。試しに、これもデータでこの作られたところで試験補助でやった湯上がり娘による収穫の調査があったらしいんですけれども、まあ、収穫量が散材揃いが 1.9 倍ですね、まあ、2倍ぐらい増えたということなので、いや、これはもう枝豆作る、まあ、農家にとってはとっても嬉しい、ね、試験データがありますので、それに基づいてやれば期待ができるんじゃないかなと思っております。はい、続きましてこちら甘色立花シリーズの甘色立花というものなんですけれども、これも食味の向上とね、いろいろ肥大の促進を同時に叶えるただ一つの肥料ということで、残留の硝酸を減少させることによってうまみが上がるということですね。安全で安心で、そういったものを意識するという点ではとてもいいのではないのかなと。で、作物内の硝酸値を大幅に減少するということは、野菜の苦みやえぐみの要因である問題視されているもの、その残留の硝酸体窒素などのものを減少させることができる。で、特殊、それはなんでそういうことができるかということなんですが、特殊酵素の働きで、まあ、そういった意味の働きがあるが、硝酸の値を大幅に減少させることができるようになったということです。そして葉っぱを早く大きくさせるということは、まあ、できるということなんですが、酵素が入ってますので光合成の能力を高めることができる。で、今ダメージがあったようなもので茎葉っぱなどを、大きくどん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 と増加させることができるということですね。はい、で、細胞分裂が促進されることによって輝くような色ツヤを生み出すことができるということです。で、光合成により植物体内で作られる糖を特殊技術による加工で植物が吸収しやすい形に変えて配合、生殖成長型肥料でありながら、相反する作用である栄養成長に同時に効果を発揮、実をたくさんならせながら茎葉の展開も同時に促進するという効果も可能にされたということです。生殖成長促進効果が高いので、花芽分化を促進して、まあ、質の良い花をたくさん咲かせますということです。はい、そしてもう一つこちら甘色立花シリーズの葛根菜花次世代型というものなんですけれども、こちら今までの葛根剤を根底から、ね、覆すということで、動物性タンパク質の酵素の含有量を大幅に増やしましたということです。
まあ、濃縮した動物系アミノ酸と特殊開発した酵素の力により、まあ、安定した、活着と粘りを実現できますということです。その他にも育苗期間とか、定食直後にも使えるということで、まあ、こういったものを使い続けることによって根っこを丈夫にさせるということです。まあ、これらの肥料をこのタンクで希釈したものをまた水で薄めていますので、これを動力の噴霧器を使って今からレン君の方にこちらですね散布していただきたいと思います。野菜本来の免疫力など野菜が持っている力を最大限引き出すということで、肥料安全で安心なものを使ってやっていくということになります。はい、じゃあレン君お願いします。はい、このような感じで、液体肥料を動力の噴霧器を使って、葉面散布をしております。水圧はいつも通りなんですけれども、結構、ね、たっぷりと雨が降りましたので、まあ、追肥なんかも兼ねて葉面散布、まあ、しつつ、まあ、結構びしゃびしゃに垂らして、株元に貫中をするような、まあ、イメージでも、まあ、こんな感じでゆっくりと与えております。でこちらの方今回希釈している倍数なんですけれども、それぞれ500倍に、液体肥料を薄めて、おります。まあ、今回液体肥料で台風みたいな嵐の後なので、まあ、ゆっくりと与えております。すごい倒されてますね。あちこち、まあ、今日朝方早朝、市内の畑見回ってきたんですけども、やっぱり全体的に、作物が、風で倒されていたところが多かったです。もう収穫間近のトウモロコシなんかも倒されていた、ところがほとんどでした。まあ、こんな時にね、やっぱりこう大雨が降った後っていうのはだいたいカーッと熱く照って日照りが続くことがありますので、この時に病気が入っちゃうんですよね。作物が倒されるということは何かしらやっぱそこ傷口が、ね、亀裂なんかが入っていますので、それ人の目では確認ができないレベルなんですね。でそれを見逃してしまうと病気が入ったりしてしまうので、この雨が降ったり風が大風が吹いた、あとは特に、こういった液肥などを使ってやると、まあ、受精はもうすぐに回復すると思います。ちょうどこの間に追肥などをして中耕除草も兼ねて管理器を入ろうと思ったんですが、まあ、見事に倒されていますので、これが起き上がるまでは、ね、中耕もできません。まあ、そもそも畑がこれだけ降られると管理器すら入っていくと、逆に土を土の中の暖流化構造を崩してしまうことにつながりますので、こういった時は無理にやらず防除などを徹底したりとか、葉面散布で受精を回復させたりとか、いろいろやっております。はい、こんな感じで葉面散布レン君にやっていただきました。やっぱりこう雨が1週間以上ずっと降り続いてました。でさらに昨日は台風並みの大雨が降りまして、まあ、池みたいに一瞬になったんですね。そういった時に無理に畑に入って、耕したりすると、ね、いろいろと畑を荒らしてしまうことにつながりますので、こういった時は葉面散布などに切り替えて、まあ、他のナスと同じですね、まあ、対処をしていくというふうに切り替えていきます。この葛根菜花、なども含めて健やかと甘色立花、甘色立花シリーズの3つのものを枝豆に混ぜちょうど使うというもの初めてのことになります。ということで今回も試験栽培になります。これをまた1週間経ったらまた同じように葉面散布をして
まあ、追肥みたいな感じでやっていきたいと思います。まあ、これがどのようにして収穫量に差が出るかと、まあ、この補助を試験補助として他の畑でのすぐ隣の畑にありますので、それと収穫量を見比べていきたいと思います。はい、いやー、ほんとすごいね、枝豆の葉っぱも見事にピーンと立ってようやく花が咲き出した頃ということで、追肥などもしたり中耕もしたりいろいろやろうと管理をしていこうと思っていたんですけれども、まあ見事に全倒れですね。起き上がっているのは3割ほどしかないです。これ立ち上がっているように見えるかもしれませんが、全部横になってね、斜めになって倒れていますので、まあ、こういったところは、まあ、無理に入らずに様子を見ていこうかなと思っております。はい、では今日はこの辺で動画失礼いたします。今日の動画がいいと思う方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。